アンドリュー・クレイトン・ボーンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、そのマグン・サンタローザ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴホワイトソックス所属。高校時代は、MLB ドラフトでは指名されず、カリフォルニア大学バークレー校へ進学した。初年度の2017年は54試合に出場して、打率、349、12本塁打、50打点。 一投類を記録した。また、この年は、アメリカ合衆国大学代表入りし、第41回日米大学野球選手権大会にも参加した。2年目の2018年は44試合に出場して打率、402、23本塁が、63打点、4投類を記録し、全米アマチュア野球最高の選手に贈られる、ゴールデンスパイク賞を受賞した。 また、この年もアメリカ合衆国大学代表入りし、第四十二回日米大学野球選手権大会にも参加した。三年目の二千十九年は五十二試合に出場して、打率三百七十四十五本塁打、五十打点に盗塁を記録した。二千十九年六月の MLB ドラフトでは、一巡目でシカゴホワイトソックスから指名され、二十六日に、 契約を結んだ。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグホワイトソックスでプロデビュー。A 級カナポリス・インティミディターズ、A 級ウィンストン・セイダッシュでもプレーし、3球団合計で55試合に出場して打率。278、6本塁打、36打点を記録した。オフには11月に開催された第2回、WBSC プレミア12の アメリカ合衆国代表に選出された。2020年はナインティ1 9の影響でマイナーリーグの試合が開催されなかったため公式戦の出場はなかった。2021年3月31日、翌日の4月1日付でメジャー昇格させることが発表され、当日メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。開幕に試合目となった4月2日の ロサンゼルス・エンゼルス戦にて5番左翼手で先発出場してメジャーデビュー5月12日のツインズ戦で MLB 初本塁打を記録した右の強打の一塁手であり死球を稼ぐ選球眼も備える弱点は守備走塁ありがとうございます